こんにちは、オギのキッチンスタジオです。今日ご紹介するのは冷やしおでんです。材料を見てみましょう。今日は久米吉の生芋小玉こんにゃくを使います。久米吉とは静岡県周知郡にあるこんにゃく専門店。創業から現在に至るまで美味しいこんにゃくの味を多くの方に知っていただきたいという思いを持った人たちです。芋の食感と風味を感じられる本物の美味しいこんにゃく作りにこだわっているお店で、昔ながらの製法でこんにゃくを作っています。今回使用する小玉こんにゃくは味しみがしやすいように作られています。おでんに最適ですね。では調理していきます。まずはじめに出汁を取っていきます。干し椎茸 25g、 お水 500ml です。これを30分漬け込んでおきます。本当は一晩置いた方がいいのですが、時間がないとき最低30分漬けて冷蔵庫で漬けていただければ OK です。でまずお水入れていきます。お水 500ml です。干し椎茸です。 25g です。使うときは軽く洗ってから使ってください。ではこれを冷蔵庫で30分置いておきます。椎茸をつけている間に野菜を準備していきます。トマトは湯むきします。沸騰したお湯に入れて皮がめくれるまで茹でます。では入れていきます。ちょっとね、飛ぶの怖い人はお玉使ってください。この後冷水につけるので、隣に冷水もご用意しておいてください。こんな感じで皮がめくれてきたら取り出します。で冷水につけます。皮を剥いていきますが、トマト熱いのでお気をつけてください。丁寧に皮を剥いていきます。つるんと剥けますね。こんな感じで剥いてください。トマトは2個分、このように湯むきしてください。大根3センチになります。大根は皮を剥いて四つ切りにします。本日もうすでに皮剥いてありますので、四つ切りにしていきます。はい、こんな感じで切ってください。これをお鍋で柔らかくなるまで煮ていきます。大根煮るときは水から煮込んでください。トウモロコシは2分の1本使っていきます。3センチ幅になるように輪切りにしてください。トウモロコシ硬いので切る際は気をつけてください。オクラ4本使っていきます。ヘタを切っていきます。じゃがいも1個使っていきます。新じゃがでしたら皮がついたまま使っていただいていいのですが、皮が気になる方は剥いてください。皮ごと使う方は皮ごとよく洗ってから切っていってください。今日は2等分にします。もし2等分大きいなと思った方は4等分にしていただいても大丈夫です。厚揚げ1枚分になります。厚揚げも大根と同じように四つ切りにします。メインのこんにゃくです。ざるにあげて水洗いをしていきます。久米吉のこんにゃくはアク抜き不要なので、水洗いだけで OK です。では封開けていきます。中にちょっと水が入っているので気をつけてください。じゃあ水で洗います。材料の準備をしている間に30分経ちました。これが先ほど椎茸が入っていたお水ですが、だいぶ色が変わってきて出汁しっかり出てますね。そうしましたらお鍋用意していただいて、出汁汁でお塩、醤油、みりんを入れて中火にかけてしっかりと煮立たせます。もしこの時味が薄ければ塩で調節してください。椎茸は後ほど今日煮ていきますので一旦取り出してあります。でお鍋に入れていきます。だし汁です。お塩です。小さじ1杯です。醤油です。醤油大さじ2杯です。みりんです。みりん大さじ3杯です。では中火にかけていきます。はい、ではこのように煮立ってきましたので、ここで玉こんにゃく
じゃがいも、トウモロコシを入れて10分間煮ていきます。まずお野菜から入れていきます。トウモロコシとじゃがいもです。はい、こんにゃくです。煮ちゃいます。10分煮込んでいきます。10分経ちましたので、ここでオクラ、厚揚げ、そして先ほど出汁を取った椎茸ですね、こちらを入れてさらに 2,3 分茹でていきます。では手前から入れていきます。厚揚げです。でオクラです。椎茸です。ちょっとおつゆも一緒に入れちゃいますね。ちょっと具材が多いので3分ぐらい茹でていきます。3分経ちました。そうしましたら、先ほど湯むきしたトマトと別茹でしていた大根を入れて少し煮立たせます。大根から入れていきます。ではトマトです。入れちゃいます。少しだけここのまま煮立たせて、そしたら火を止めて冷蔵庫でしっかりと冷やしていきます。1時間経ったので、こんな形で器に盛り付けてみました。とっても香りもよく、味しみもしていてとっても美味しそうです。生芋こだまこんにゃくの冷やしおでん、いかがでしたか？少し時間はかかりますが、絶品なのでぜひお試しあれ。手間と時間、そして愛情を注がれて出来上がった久米吉自慢の生芋こだまこんにゃくが買えるのは2022年1月の28日から31日です。ぜひ作ってみてください。それでは次回もお楽しみに。